はい、皆さんこんにちは、シャドウ吉田です。今日は活力駅の陽明散布ですね。週間予報を見たら今日を含めて向こう1週間曇り、ところどころ雨、はい、あまり太陽が出ない予報になってますんで、ちょっと光合成能力を上げたいということで、はい、先に一応今回の注目資材ということで、葉緑素コンクですね。コンクだそうです。コングって私言っちゃった、コングだとゴリラになっちゃうそうなんで、でもゴリラの方が強そうですね。まあいいや。これを今回2000倍で、葉緑素光合成促進ですね。それからはい、PK 液肥、カルマゴホウ素 PK ですね。窒素抜きとカルシウム、マグネシウム、ホウ素が入っているんです。これでですね、キュウリを今樹勢が強くて栄養成長の方に行ってましたんで、芯をバシバシ止めたんで、おそらくは生殖成長の方に行ってると思うんですけど、そこにとどめを刺す感じで PK 液肥やっていきたいと思います。はい、そしてその他の資材はこちらです。はい、その他の資材としてBY 液、懸垂車ですね。これは 100ml なんで2000倍で、はい。それから、AC ですね、懸垂車。これもアミノ酸ですね。これは1リッターなんで200倍。はい、懸垂も1リッターで200倍ですね。で、ワンダフルミネラルは 200ml なんで1000倍で、はい、今回入れてます。そうだ、そしてですね、今回ちょっと、殺菌、ちょっとですね、炭疽病とか、ベトとか見えてますんで、ちょっとその、予防がてら、こちらの KN3 ですね。はい。これを500倍で、はい、入れました。はい、一番向こうまで。結構雑草も伸びてますね。はい、こんなもんです。はい、たっぷりかけていきます。200リッター作ったんで、経費倒れじゃ意味がない。チッチキチキチキチ。話半分、話半分、話半分、チッ。チッチキチキチキチ。活力液だよ、キュウリちゃん。信じて使ってる。騙されてるかもしれないけど、信じて使ってる。活力液だよ、キュウリちゃん。活力液、経費、経費倒れ、活力液、経費倒れ、話し半分、話し半分、経費倒れ、経費倒れ、シャドローフィニッシュ。はい、どうだったでしょうか。楽しい農業ですんで、おテント様が出なくても光合成フルでいきたいですもんね。それから栄養成長じゃなくて、今は生殖成長にさせて身をバンバン鳴らしたいですもんね。はい、前回クイズの回答はカボード乾水の理由ですけど、実は粉じらみ対策であったが正解ですね。分かんなかったですよ絶対。そして今回のクイズは、私が今回の陽明散布でやりたかったことをご回答ください。以上、シャドウがお送りしました。じゃあ、また。ピオはこんなキュウリでも美味しそうに食べてくれますよ、きっと。こんなキュウリでもピオはきっと美味しいって言ってくれますよ。こんなキュウリでも絶対美味しいって言いますよ、ピオさん。フィニッシュですね。2頭ちょっと減りましたね。これちょっと暑すぎ。2号です。頑張ってまいります。はい、立派ですね。どんな虐待行為をしているかというとですね、ここが一節、二節、はい、これ二節目いらないですね。下段の掃除です。3、ちっちゃいに出てますね。
4、5、ちっちゃいの出てますね、はい、6、はい、これもいりません、はい、で7、これリップして止めようと思ったものはいっぱいあるんですけど、これ短いんですよね、10センチ未満、そういうのは2節で7、はい、次8、8がここから出てきてますね、このように、これは長さありますんで、ここ、はい、で9、9も分かると思います。今日は無料奉仕ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた来てください。はい、はい、じゃあまた。これ炭素病ですね。危険。これなんて確実に流れますね。枯れますね。これも危ない。キュウさん、先祖返りキュウリですよ。ほら、おお、先祖返りキュウリか、うめえなーってお前シャタお前言うと思ったか、お前に言いたいことがあるぞ。ああ、お前それでなんだ、視聴者様の涙でも誘うつもりかお前。もうワンパターンなんだよお前な。そうかな。お前分かって気づけよお前。だいたいなお前な、収穫途中のな、あの振りがくどすぎるんだお前な。ピオさん何気にトマトも好きだったんだよな。そうだな、うまいな、トマトもな。このカサカサというか、これは対流効果なんですかね。久々すぎて戸惑いを隠せない感じですね。なかなか出ません。なんか背中に藁とか乗せてます。